ノア・ライルズ選手の重心移動のスキルを獲得しよう。どうもこんにちは、川瀬です。2022年オレゴン世界選手権において200メートルの世界王者になりましたノア・ライルズ選手、前回大会から含めてですね、2連覇を成し遂げたわけですよね。皆さんレースはご覧になりましたかね。19秒31、歴代3位というですね、驚異的な記録も叩き出してですね、僕も見ていて鳥肌が立った圧倒的なレースでしたね。でしかもその走りのフォームはですね、超洗練されていてですね、今回ですね、解説するにあたって、いろんなね、レースの動画見てみたんですけども、真似したい要素というのがですね、たっぷりありすぎてですね、逆に困りました。なので今回ですね、ノア・ライルズ選手のですね、走りの秘密に迫ってですね、最大の特徴はその重心移動の巧みさにあるんですけども、それをですね、僕も含め皆さんの走りにですね、反映させていくようなですね、トレーニングの方法もですね、合わせて紹介していきたいと思いますので、ぜひね、最後まで楽しんでください。僕のチャンネル内では、陸上競技に関する速く走るためのトレーニングの方法やですね、理論、考え方などをですね、他にもたっぷり紹介していますので、チャンネル登録していただいて、他の動画もね、ぜひチェックしてみてください。では、早速やっていきましょう。はい、それではノア・ライルズ選手についてですね、もう少し詳しく見ていきたいと思います。アメリカ代表の25歳の選手ですね、身長180センチ、体重70キロと、アメリカ代表の中ではですね、比較的スマートなスプリンターかなと思います。日本人に置き換えるとですね、180センチというと少しね、高いような印象もありますけども、体重自体はですね、自分の身長マイナス110キロぐらいとですね、日本人にもオーソドックスな形のね、スプリンターの体型をしているかなと思います。で、200メートルのスペシャリストですね、今大会決勝で叩き出した19秒31が自己ベストですね。これは世界歴代3位の記録です。ウサイン・ボルト選手、ヨハン・ブレイク選手の次になりますね。で、もちろんタイムだけではなくて実力もですね、折り紙付きでして、前回大会ですね、ドーハの世界陸上でも金メダル、そして今回オレゴンの世界陸上でも金メダル、2連覇を成し遂げているわけですよね。東京オリンピックも出場していまして、銅メダルを獲得しています。でもちろん 100m も速くてですね、9秒86の記録を持っていますね。 60m に関しましても6秒55と、ショートスプリントもですね、かなりすごいね、実力の持ち主でしたね。今大会ですね、予選準決勝と見られた方はその後半の強さとかですね、際立ったかなと思うんですけども、やはり決勝のレース見ているとですね、やはりショートスプリントですね、 60m も速いな、 100m も速いなっていうのもね、しっかりと活かされたレース展開でしたよね。でね、世界陸上のテレビ番組もやってましたけども、育ち自体はですね、非常に貧しい家庭に育ったとのことでしたね。でスポーツ経験も豊富でですね、バスケットボール、野球、サッカー、体操、水泳、いろんな種目を幼少期にこなしていたというのもですね、アメリカならではかなと思います。でやはり家庭が貧しかったというのもあってですね、陸上競技を選んだ理由としてですね、あまりお金がかからないからともね、言っていましたよね。ただしやはり陸上競技でしっかりと才能をですね、遺憾なく発揮してきた、そして世界王者にね、上り詰めたということでですね、ファンサービスも非常に豊富でですね、日本の漫画ドラゴンボールが大好きということでですね、カメハメハだったり元気玉だったりですね、パフォーマンスでも会場を盛り上げるようなですね、スター性も持ち合わせていますよね。見ていて応援したくなる選手の一人かなと思います。それではノア・ライルズ選手のですね、走りのポイントですね、ここをですね、5つまとめてみましたので紹介していきたいと思います。で後ほどですね、それを体現していくようなですね、具体的なトレーニングの方法もですね、合わせて紹介していきますので、ぜひね、参考にしてみてください。まずポイント1つ目ですけども、加速局面ですね、すねと上体の角度、ここに注目していきたいと思います。以前ですね、こちらの動画でコールマン選手のスタートダッシュについてもね、お話をさせてもらいましたけども、飛び出しの角度は斜め45度というのがですね、水平方向に対して効率よく力を伝えていくにあたってですね、すごい効果的という話もさせてもらいましたね。その45度の角度の実現はもちろんなんですけども、すねと上半身ですね、その斜めの角度が平行にしっかりと加速していけるっていうね、高い技術を持っていますよね。これを200メートルのコーナリングで行っていくわけなので、後半のね、強さがすごいね、目に留まるかなと思うんですけども、このスタートダッシュの巧みさっていうのはですね、非常に洗練されたものがあると思います。で、YouTube ね、皆さん見ていただくとですね、過去の100メートルの動画とかもありますけども、その頃と、やはりね、スタートダッシュをね、しっかりと見直してきたかなというのがあります。なので、この世界陸上に向けてですね、出だしの動き、前半のトップスピードまでの区間、そのあたりをですね、しっかりとトレーニングしてきたかなと思います。決勝のですね、加速走、圧巻でしたよね。僕はナイトン選手が先行する形でですね、レースが進んでいくかなと思ったんですけども、もう、出だしからですね、ライルズ選手が出てですね、もうコーナー抜けたあたりには勝負あったという感じですよね。この加速の方法というのは200メートルに限らずですね、100メートルでもしっかりと出していきたいスキルの一つになってきますので、後ほどですね、トレーニングの方法は紹介していきたいと思います。それから二つ目ですけども、
超股関節優位ですね。早く走るということはですね、体の中心部で生み出したエネルギーを効率よくですね、地面に伝えていくっていうね、能力が求められますよね。というわけで、ポイントになってくる関節は股関節ですね。股関節優位というのはですね、膝や足首が先に動くことではなくてですね、股関節がしっかりと動かしていくことで大きなパワーを発揮していきましょうねというね、動き方になります。で、ライルズ選手のですね、スタートダッシュの練習をしている動画を見たんですけども、スターティングブロックなしで足首ほとんど稼働せずにですね、股関節だけでですね、しっかりと進展して加速していくような練習をしていました。特に皆さんもですね、その場でスタブロなしでね、やってもらうと分かると思うんですけども、もちろん押していく壁がないわけなので、足首がね、ぐにゃんと動いてしまうようなね、動作につながるかなと思います。これが全く出ないんですね。で、今回のですね、200メートルの決勝のスタートダッシュ見てもらうと分かるんですけども、腰を起点にですね、重心が前方向にポンと飛び出す。そして股関節が素早くポンと進展していくと。なので、スタートして数歩でですね、外側のレーンの選手をね、もうすでに捉えていましたよね。なので先ほどね、1番目のポイントで話をした上半身とすねの角度が平行な状態でですね、加速をしていく。それから股関節の優位ですね、進展動作をパワフルに使ってですね、加速をしていく。これがですね、前半で勝負を分けたポイントかなと思います。はい、次3番目のポイントですけども、直線的に走るコーナリングですね。これもですね、やはり幼少期からいろんなスポーツにですね、携わってきたというのもありまして、身体操作性ですね、体を自分の思った通りに動かす能力っていうのがね、めちゃめちゃ高いかなと思います。なので、コーナリングがですね、まるで直線を走っているかのようにですね、斜めの軸をキープしながらでも、良いリズムで、かつ、足の軌道もですね、左右差がないようにも見えますよね。そしてコーナー出口に差し掛かるとですね、やや顔がコーナーの出口の方を向いてですね、遠心力も利用してですね、直線に出ていくんですけども、ややコンパクトに動かしていた足の軌道をそこで大きくね、していってですね、獲得したトップスピードをキープしていくわけですよね。このコーナー出口の動きというのもですね、皆さん繰り返して見てみてですね、参考にしてもらえればと思います。はい、次4つ目のポイントですけども、これ特にですね、直線に出てから出てきた動きなんですけども、前方向にですね、リードした足がしっかり待てるということですね。これどういうことかというとですね、レースの後半になってくるとですね、まあ、ライルズ、皆さんもそういう動き出るかなと思うんですけども、足が後ろの方向に取り残されてですね、まあちょっと流れちゃうという現象が起きたりもしますよね。まあこれは疲れによるですね、後ろ方向に送られた足の回収の遅れ、それから地面に対する圧が少なくなってですね、それを補うために地面を余分に蹴っているという動作ですね。こういうのが原因になってくるわけなんですけども、ライルズ選手の後半、ラストを見てもですね、足は後ろの方向に大きく流れているようにも見えます。ただし、ラスト50メートル見てもらうと分かるんですけど、他の選手をね、引き離すような動作が出ていますよね。これ別にそこで加速したわけではないです。コーナリングで生まれた高いトップスピードをうまくキープしたというところなんですけども、これどういうことが起きているかというと、体の後ろ方向に足が流れます。それに相対してですね、体の前に膝がポンと出てくるような動き、ここも大きいんですね。なので股関節の可動域が後ろだけではなくて前にも大きいので、結果的に足の流れから生まれるですね、減速が発生せずにですね、高いトップスピードをキープしたままゴールラインまで駆け抜けているということになります。僕はですね、先ほど言ったですね、膝が前に出た状態で待てるというところがですね、すごい秀逸なんですね。どうしても疲れてくるとですね、膝が前方向にリードしたら、まあ、すぐに地面につきたくなります。これは重心がうまく移動していないからです。で、ライルズ選手の場合ですね、後半前方向に膝がリードしてきたら、そこで重心がですね、適切な位置まで移動してくるのを待って地面に設置をしていくと。なので前後に股関節がめちゃめちゃダイナミックに動いているように見えるわけですね。なので後ろ方向に流れるだけでなくて前方向にも可動域を確保していると。なので自分の足の軌道の中心点はですね、後半になっても変わっていないということですね。あの後半の走りやりたいですね。はい、それから5番目のポイントなんですけども、まあ、ここまでの技術をですね、発揮していくにあたってですね、まあ、強靭なフィジカルがやはり必要です。特に股関節周りですね、ハムストリングス、それから大臀筋などの臀部ですね、お尻の筋肉。で、前方向に膝をリードして、それを待てるようなですね、この股関節屈曲してくる筋肉、大腰筋とかですね、このあたりはですね、まあ身長180センチ70キロとですね、日本人にもあるかなという体型なんですけども、おそらくこのあたりの筋力の違いっていうのはね、かなり顕著に現れてくるかなと思います。なので、まあ今日スキルトレーニングなども紹介していきますけど、合わせてですね、筋力面の強化っていうのは必ずやっていくべきね、課題かなと思います。やはり正しいですね、スキルを発揮していくためには、ベースとなるフィジカルというのがですね、絶対的に必要になってきますよね。いくら、
技術を磨いたところでですね、それを発揮できるようなですね、身体の状態が整っていないとですね、結果的にスピードの向上にはつながらないので、もちろんね、技術の向上でですね、スキルトレーニングたっぷりやっていくのもね、必要なんですけども、合わせてですね、フィジカルトレーニングをですね、並行してやっていくと。皆さんの年齢やですね、発育、発達段階に合ったですね、筋力トレーニングも取り入れてみてください。はい、というわけでですね、ノア・ライルズ選手のですね、走りのポイントについて5つだけにね、まとめてみましたけども、じゃあ、実際にですね、それをトレーニングの現場に落とし込んでいくわけなんですけども、今日はですね、10個トレーニングを紹介していきたいと思います。やはり加速局面の秀逸さ、それからですね、後半の重心移動ですね、それから前にリードした足を待つことができるか、このあたりにですね、アプローチをしていきたいと思います。まず一つ目のトレーニングの方法はですね、メディシンボールを投げてみましょう。皆さんね、メディシンボール投げはですね、ウェイトトレーニングと組み合わせてみたりとか、ウォーミングアップで使ってみたりとかやると思います。で、やはりこれはですね、曲がった股関節を爆発的に進展させていく、伸ばしていくにあたってですね、非常に有効なトレーニングの方法ですよね。で、なかなか普段からですね、本気を出す、出力をしていくっていうことをね、しないとですね、やはり全力走っていうのはね、難しくなってきますよね。なので、ちょっとね、力を出し方がよくわからないという方もですね、このメディシンボール投げから入ってみるとですね、いいかなと思います。なので、皆さんの体重に合わせてですね、メディシンボールね、購入してもらってね、やってもらうといいかなと思います。1キロからね、5キロ、10キロまでありますので、やってみてください。で、メディシンボール投げの方法なんですけども、まず真上に投げる方法ですね。両手でね、メディシンボール持ってもらってですね、股関節を曲げた状態から思いっきり進展させて真上に投げます。これ一つ。そしてもう一つはですね、胸の前に抱えてですね、これもスクワットのようにお尻を後ろに引いた状態がスタートのポジションですね。ここから股関節を進展させて前方向に投げていく。まるでバスケットボールの、まあ、チェストパスのような形でですね、やっていくんですけども、手だけではなくてですね、もちろん股関節の進展動作でボールに勢いを加えることができるかっていうところがね、ポイントになってきますね。で、この2つのトレーニングね、うまくできたらですね、そこからダッシュにつなげていきたいと思います。前方向に投げながらスタートダッシュをしてみる。同じように、チェストパスですね。胸の前に構えた状態で前方向に投げながらスタートダッシュにつなげてみると。ボールがですね、前にあることですね、自分の重心は自然と前方向に崩れます。その崩れた重心に対して倒れ前としてですね、足を出していく能力。それから同じように股関節を進展させてスタートダッシュをしていく能力。合わせてですね、獲得することができますので、メディシンボールからのダッシュの練習というのはね、非常に有効なトレーニングの方法です。次、二つ目の方法はですね、立ち幅跳びからのダッシュをやってみましょう。これもですね、メディシンボールのダッシュとね、狙いとしては同じなんですけども、皆さんね、立ち幅跳びはね、学校などでスポーツテストでね、やるかなと思います。できるだけね、一歩でね、前方向に遠くに飛ぶジャンプの方法ですよね。で、この立ち幅跳びをやっていく際にですね、すねの角度っていうのがとっても重要になってきます。ジャンプを遠くにしていくということで、すねをですね、徐々に倒しながらですね、それに合わせて股関節を伸ばして、前にね、ぴょんとね、カエルのように飛んでいくわけですよね。まずこの動作、しっかりと一歩目の立ち幅跳びで獲得をしてください。で、着地からですね、素早くダッシュにつなげていくわけなんですけども、着地のポイントをですね、やや自分のつく位置よりも後ろにしてください。そうすることで、よりすねがですね、鋭角に倒れます。で、転びそうになるのをですね、うまく足をですね、体の前でさばきながら拾っていくわけですね。なので、立ち幅跳び自体もですね、ちょっと上にポーンと跳ねるよりは、もう水平方向、ベクトルをですね、真正面に向けて立ち幅跳びをしてもらう。そこからですね、素早いダッシュにつなげていくのがですね、効果的かなと思います。まあ、スタートダッシュのね、練習の前に取り入れてもいいですし、まあ、ウェイトルトレーニングとね、組み合わせですね、出力をね、時間を短縮させるような目的でやってもいいかなと思います。はい、次、三つ目のトレーニングはですね、低重心のランジウォークですね。ランジウォークは股関節を前後に開いた状態でですね、ランジの姿勢をとって、まあそれをね、一歩一歩ですね、足を変えながら前に進んでいくようなトレーニングの方法ですね。で、低重心のランジなので、重心を低い状態をキープしたままランジウォークをやってもらいたいと思います。なので、前に進む際にですね、上半身とすねの角度を斜め45度、この平行のラインを意識しながら、ランジウォークをやってみましょう。なので、スタートする前はですね、すねが立った状態で安定していると思うんですけども、前にランジをしていきたいので、すねをだんだんとね、倒すことでですね、前に移動するのがね、わかるかなと思います。以前ですね、僕、こちらのすねを倒すというね、スタートの解説動画で説明させてもらっているので、まあ他にもね、すねを倒すトレーニングね、紹介してますので、まだチェックしてない方はね、こちらも後ほどチェックしてみてください。はい、4つ目のトレーニングの方法ですけども、レジステッド走をやっていきましょう。まあ、スタートのね、トレーニングの比較的速攻性があってですね、効果が見えやすいね、トレーニングの一つです。レジステッドは抵抗という意味がありますね。二人組でやるトレーニングですね。チューブやタオルを使います。
で、前後に2人並んでもらってですね、前の人のですね、重心の位置、おへその少し下あたりにですね、チューブかタオルを巻いてください。で、後ろの人が抵抗をかけながらですね、前の人は加速をしていこうとします。で、この抵抗に抗うようにですね、ですね、素早く加速をしていきましょう。なので、後ろの方向に引っ張られているわけなので、大事になってくるのは、まず姿勢ですね、頭からかかとまで1本の軸ですね、これを斜め45度に倒すということ。それと合わせてですね、すねもそうですよね。すねも合わせて斜め45度に倒すということ。そしてこれが進みながらでも崩れないということですね。それから足の軌道ですね。後ろの方向でくるくる回るのではなくてね、ピストン運動にですね、膝が前後に動くかということですね。あとは出力のタイミングですね。ずっと力んでいては前に進みません。地面につく瞬間しか自分を加速させる術はないので、地面につく瞬間にしっかりと地面をプッシュ、押すことができるかというところですね。そこもポイントに考えながらね、やってみてください。で、20歩ぐらいやってもらったらですね、実際にチューブ取ってですね、スタンディングスタートでもいいですし、まあ3点スタートね、3ポイントスタートでもいいので、加速の練習をしてみましょう。押す感覚を残したまま、実際のね、スプリント動作やってみることですね。感覚の向上につながると思いますので、繰り返しトライしてみてください。次、5つ目のトレーニングはですね、スピードバーニングですね。バーニングは一歩でですね、できるだけ遠くまで行くようなトレーニングの方法で、股関節を前後にダイナミックに使うというね、特徴もありますよね。スピードバーニングはですね、その中でも、できるだけスピードを求めた形のですね、バーニングの方法になってきます。なので、例えばですね、20メートルスピードバーニングをやる。できるだけ短い時間で20メートルをバーニングしてあげると。なので、ポイントとしてはですね、自分の体の近くにまず設置をしていきましょうということですね。よくね、真下設置とも言われますけども、厳密には自分の体の少し前になってきます。その位置に設置することで乗り込み動作の時間が短縮できてですね、重心をスムーズに移動させることができます。で、合わせて後ろの方向にですね、ダイナミックに地面を押し切るんですけど、後ろの方向に送られた足を素早く前方向にリードしてくると。なので膝がですね、くるんと回るのではなくて、直線的に前方向に素早くリードできるかっていうのもね、一つのポイントになってきますよね。できる人はスレッドなどね、引いてみてもいいかなと思います。で、これをですね、コーナーでやってあげるのもですね、一つ200メートルのスキルを向上させるにあたってですね、良いかなと思います。コーナーでできるだけ水平方向に力をかけながらですね、股関節を前後にダイナミックに使っていくと。で、やはりコーナリングになってくるので、まあ軸のキープ、それからですね、左右の足の力の使い方、そのあたりもですね、皆さんの感覚を研ぎ澄ませながらですね、試行錯誤してやってみてください。次、6個目のトレーニングはですね、ニーアップ&ドロップをやってみましょう。これはですね、前にリードした足、ここに対して重心を乗せていくようなトレーニングの方法です。ニーアップなので、もも上げ動作ですね。もも上げをした状態が、これスタンバイの姿勢です。で、引き上げた膝の位置に腰をですね、素早く進めていくんですけども、この膝は真下に落とすだけですね。これ何を獲得したいかというと、ライルズ選手の走りのね、ポイントでもお話をしましたけど、前にリードしたところで待つという能力ですね。しっかりと自分の重心が適切な位置まで移動してくるのを、前にリードした状態で待ってあげるというところ。ここにね、意識を置いてね、やってもらいたいなと思います。これね、昨年僕が5年ぶりにですね、現役復帰しようと思った時に一番課題に思ったのが、この前にリードした足に対してですね、自分が待つことができなかったってところですね。なのでこのドリルね、徹底的にやり込んでですね、まあ前世紀とまではいかないですけども、しっかりとね、重心移動のね、スキルなどはね、取り戻せたかなと思います。まあこれですね、ニーアップスキルセットといってですね、こちらの動画でも紹介してますけども、歩きの動作から始まって、このニーアップ&ドロップ、それから実際のニーアップ動作ですね、もも上げ動作につなげていくなどしてですね、段階的に獲得してもらうとね、いいかなと思います。次、7つ目のトレーニングの方法はギャロップですね。これも同じように、リードした足に対して重心をね、しっかりと進めていこうというね、ドリルの方法になってきます。別名は片足のスピードバーニングとも言いますよね。なので、ターン、ターン、ターンというリズムとともにですね、膝を素早く前方向にリードしていきます。で、膝に自分の腰がね、連れられているような感じ。そんな感じでですね、ギャロップ動作で、ちょっと馬がね、走るような形でですね、行っていくドリルになってきますね。なので、この動作自体もですね、股関節が大きく前後に開く。そして次のステップでは小さく縮む。なので、伸びる縮む、伸びる縮むをですね、リズムよくスピーディーにやっていくというのがね、ポイントになってきますね。なので、前後にしっかりとダイナミックに股関節ね、進展。させてですね、進展屈曲させてですね、使ってもらえたなと思います。で、余裕がある方はですね、例えばハードルやですね、ミニハードル並べてもらって、そこをですね、ギャロップ動作で超えていくなどね、ちょっと自分のですね、重心の移動の方向をね、コントロールするような能力もですね、合わせて獲得してもらうと、よりですね、走りが洗練されていくと思います。はい、8個目のトレーニングの方法はですね、ストレートレッグですね。これも同じくですね、股関節を前後にダイナミックに使っていく、そこを目的としているのと、あとしっかりと地面をですね、お尻の筋肉を使って押してあげましょうね、そんな感覚もですね、獲得してもらいたいなと思います。ストレートレッグなので、膝をですね、直線的にですね、まっすぐ伸ばした状態で、まあ前後にですね、
動かしてですね、前に進んでいくようなドリルの方法ですね。まあ皆さんもやったことがあると思いますし、結構ね、外国人選手が好き好んで取り入れているトレーニングの方法でもあります。で、ポイントとしてはですね、後ろの方向にスイングしてくると。なので前に引き出た足を素早くですね、地面に設置して、体の重心を前に送ってあげると。なので前に出すとき、後ろに引くとき、どちらかにですね、アクセントを持ってもらうといいかなと思います。まあここではですね、やはり重心を前に進めていきたいわけなので、前に振り上げた足をですね、素早く下ろしてくるよと。で、設置の瞬間に膝や足首がですね、ぐにゃんと曲がらないように、しっかりと自分の体の近くに設置していくよと、そこもですね、合わせてやってもらうといいかなと思います。まあ、例えば20メーターぐらいですね、ストレートレッグやってもらって、そこからですね、素早くスプリント動作に切り替えてあげるとですね、ストレートレッグの良い感覚を活かしたまま走りにつなげることができますので、よりですね、高度なスキルが獲得できるかなと思います。はい、次、9つ目のトレーニングの方法ですけども、ちょっとここから2つはですね、おすすめのフィジカルトレーニングを紹介していきます。まずはですね、ランジウォークですね。やはりライルズ選手のようなダイナミックな股関節の動き、これを獲得していくにあたって股関節周りの筋力強化っていうのは、ね、必須です。ランジウォークはですね、まあ、先ほど低重心のランジも紹介しましたけども、股関節周りの筋肉を鍛えていくのに万能なトレーニングの方法ですよね。臀部、ハムストリング、それから足を引き上げる際の腸腰筋、大腰筋ですね、このあたりも鍛えることができます。で、余裕がある方はですね、シャフトを持ってですね、ランジウォークやってもらうといいかなと思います。僕は冬季練習ですね、100メートルを10本などね、徹底的にやり込んだ年もありまして、やはりですね、レース後半まで足を動かし続けられる能力というのはね、その時にね、かなり引き上がったかなと思います。まあ、動きがね、皆さん硬くならないようにだけね、注意してもらってですね、ランジウォークね、この冬に、ね、徹底的にやり込んでもいいかなと思います。それからもう一つの補強運動、最後10個目のトレーニングですけども、ノルディックハムストリングスですね。ノルディックハムストリングスですね。これ実際にノア・ライルズでね、検索するとですね、トレーニングの動画の一環として出てきます。やはり強靭なね、ハムストリングス持ってるのがわかりますね。膝を折りたたんでくるスピードもそうですし、まあ股関節を伸展させる動作にも使ってきますので、やはりハムストリングスの強さっていうのはね、求められるわけですよね。で、ノルディックハムストリングスは、まあ足をですね、かかとを固定した状態で、まあ、ハムストリングスで耐えながら前方向に、ね、倒れていくようなトレーニングの方法になってきます。まあ見るだけで辛いですよね。なので通常ですね、ハムストリングスというのは、まあ膝が折りたたまれるときと、まあ股関節で伸展するときに使うわけなんですけども、これ抵抗をかけながらですね、出力をしていくので、よりですね、大きなパワーを発揮しながらですね、鍛えることができるね、トレーニングになってますね。ポイントとしてはですね、途中で背中がね、丸まってしまったりとか、腰がね、丸まってしまったり、そのあたりを避けてやるようにしましょう。しっかりと姿勢をキープしたままですね、ハムストリングスの筋肉に頼ってやってみるようにしてください。まあちょっとね、フィジカルトレーニング2つだけ紹介しましたけども、いろんなね、ウエイト組み合わせてもらうといいかなと思います。ハイクリーン、デッドリフト、スクワット、このあたりは必須になってきますので、まあ特にね、高校生以上のなスプリンターの方はですね、ウエイトトレーニングも並行して必ずやるようにしましょう。はい、というわけで今日はですね、200メートル世界王者のノア・ライルズ選手のですね、走りの秘密についてですね、解説をさせてもらってですね、まあそれを具体的にですね、皆さんのスキルに落とし込む方法をですね、10個だけ紹介させてもらいました。で、やはりですね、まあ今回のレースで、ね、皆さんもね、何度も繰り返してね、見てもらいたいんですけども、前半もそうですけども、後半ね、ラストまで、まあ、タをね、圧倒する走りっていうのはすごい印象的でしたよね。まあ、女子の200メートルもですね、21秒4台で走ってですね、すごいね、僕としてはね、衝撃的だったんですけども、まあ、その直後に行われたね、この200メートルをね、すごいね、特大のインパクトをもらいましたよね。まあ、そのキャラクター性もあってですね、僕は一気にノア・ライルズ選手のファンになりました。まあ、今後もね、応援していきたいと思います。で、やはり、世界王者というディフェンディングチャンピオンの中でですね、しっかりと自分のリズムに持ち込んでですね、勝負を決定づけたっていうのもね、一つ見習いたいポイントですよね。気持ちの作り方、それから予選、準決、決勝とですね、完全にディセンディングしてきたわけですよね。そのコンディショニング作りっていうのもですね、非常に卓越したものを感じましたね。このあたりもぜひ皆さんね、真似していってもらいたい要素かなと思います。じゃあまた質問やリクエストお待ちしています。ではまた。